えー、今回の「鬼太郎」は大人向けの「ゲゲの鬼太郎」にしたいということを伺っていて台本を拝見したらまあこれがまあ何とも子供向けどころじゃない。<laughs> 完全に一般向けの、えーあのー、台本でございまして「ゲゲゲの鬼太郎」というアニメの中でこんな重いテーマを扱っちゃっていいんですかっていうなんか驚きでいっぱいでした僕はそのやっぱ謎をやっぱり解くのであのー、台本を本当に1ページ1ページこうゆっくりめくりながらその謎を解いていくのがほんとに一番としてすごく楽しかったです楽しみでした最後どうなるんだろうっていうのがドキドキワクワクしながら今日ここにはおりませんけれどもあの 猫娘役の庄司梅香ちゃんにもう私、あの霊儲ちゃんちゃんこおい、それと投げられないんだけどって <laughs> 連絡をしてもっと大切に投げないといけなかったなっていうなのでちょっとしばらくはあのリモコン下だと髪の毛張りで <laughs> 戦おうかなとあの思うほどの白ゃんちゃんこも使ってくださいね <laughs> 使いますけど <laughs> 汚れちゃったら大変っていう。 そうですね、あのタイトル通おり「鬼太郎誕生」の謎にまつわる、まあ、それを解き明かしする本なんだろうという想像はしておりましたけれども実際読んでみると読み物を読んでいるような小説を読むような気分でずっと最後まで引き付けられて読んでいましたね。で今関さんがおっしゃったようにとにかく大人向けの大作になるんだろうなそんな予感がありました。 ひょうひょうとした柳に風っていうようなそんなあのイメージの鬼太郎の父だったんですが物語に進むにつれて自分よりも大切なものを自分の命に代えても守り抜くというそういう熱い信念を持ったキャラクターだということが見ている皆さんの中に浸透していってもらえたらいいなと思いながら演じてました。なるべくく実にに近いいい形でで自然にやってくださいとということで最初は 細かくいろいろニュアンス的なディレクションをいただいたんですが意外と自由にさせていただいて、はい、楽しませていただきましたかっこよかったですよね。 かっこよかったですよねかっこいいんですよお楽しみにそうですかなんかこう一言一言キウイチさんが喋るごとになんか昭和にタイムスリップしていくような感じであそうだ昭和の男に会ったことはないけれど昭和の男ってもう本当にこういう感じなんだっていうもう私とウメガちゃんはキウイチさんの水稀大絶さんでお楽しみに次がありますからもう皆さん ロッキーのシリーズの中でまあ水木という男の話が何回か出てきておりまして6期のシリーズではちょっと触れるだけで描いていないのでいつかちゃんと描きましょうということになっておりまして今回のこの映画につながったということなんですけれどまあ鬼太郎が誕生する以前というのは水木先生はお書きになってらっしゃらないので我々が作っていいのかっていうところも含めて水木先生の生きてきた昭和という時代に。 すごくみんなで勉強をしまして水木先生がもしこの令和の世にいたならば描きたかったことってこういうことなんじゃないかなっていうことを探って作る作業をさせていただきました。 えー、完成した作品を見て私一番最初に印象深かったのがあのこの背景のの美美ししさでですよ、ね、美しいですよよねねい、うん、この物語の舞台になるところにあの水木がなんか訪ねていくんですけどもその時に目の前に広がる田園風景というか、えー、山や湖やいろんなものが見えていてまさにあの昭和の、えー、自然の風景の美しさっていうのがそこにあって。 これをです、ね、あのぜひ皆さんにもあの堪能してほしいなと思いました。えー、というのはです、ねえー、ここのところで、えー、そういう気分になっておいていただかないと後半になってです、ね、非常にこの物語まがまがしい展開にこう、えー、なっていくこともありますので前半のうちにマイナス4をたくさん取り入れておいてです、ね、後半の非常にきついシーンに備えていただければいいなと思いました。手書きの 戦闘シーンあれちょっとずるいぐらいすごいねすごいあそこはすごかったですねの CG への否定はゼロパーセントなんですなんだけどこう思いがね書いてる人間の思いがもうなんか乗り移ったかのようなね小笠さんあれ あれはうちのエースアニメーターがほぼ一人で一人で、ええ、なんですか、ええ、で実際、あれ本人たちがやってるんですよね。ああ、アクションやってそれを動画で撮ってそれをモーションキャプチャーとは違ってもうアナログで動いてそ <laughs> そううなんだちゃんと表情まで作って芝居してましたね。<laughs> えー、この作品は、えー 妖怪に限らず人間に限らず動物や植物小さな虫に至るまで、えー、命というものを持つ、えー、生きとし生けるものすべてのものに対して見て伝えてもらいたい、えー、愛のある作品だということが言えると思いました、えー、是非ですねあのたくさんの人たちに、えー、この劇場版「鬼太郎誕生」「ゲゲの謎」見ていただきたいと思います 妖怪の鬼太郎というキャラクター物語を通して水木しげる先生が世に放ったメッセージがこの世にもまだ力強く生き続けているなというのを強く感じましたでまたそれを次の世代に継承していこうとするスタッフの皆様方古河監督をはじめアニメーターの皆様そしてその他のスタッフの皆様の力強さが本当にこもった作品になっていますそのあふれる愛を スクリーン越しにご覧いただければと思いますありがとうございましたありがとうございました